東山市、東山市、と、宇山、マイナス市、丹山マイナス市は、中華人民共和国河北省に位置する地球市、栗など、果樹生産が盛んなほか、古くから陶磁器生産を行い、中国の近代産業の発祥の地の一つとなって、以来100年以上の歴史を持つ、高工業都市、高安都市である。海岸、海岸、海路湾炭鉱は中国でも、 有数の規模の炭鉱。1976年の東山地震では壊滅的な被害を出しているが、その後の復興及び改革開放政策の下に、中国における重要な産業港湾都市となっている。東山市は関北海の中心に位置し、南は渤海湾に面して、北京と共同で建設した京都港と、水深25メートル以上の深み港である、東山総秘伝港を用し。 海岸線の長さ1 9 6 5トルを有する沿海都市である。北は遠山山脈にあり、四季ごとに見事な景観を呈する万里の頂上により区切られて、聖徳市と接し、東は港湾都市である新港東市、西は天津市から1 0 0トル北京市から1 5 0トルに位置し、人口4000万人を有す寒北海経済圏を、 形成する中心的な都市の一つである。地理的範囲は南北1 6 0トル東西1 2 0トルに及び、面積は13,472平方キロメートルである。これは紀伊半島に相当する面積である。新港島市との間には川、ラン河が流れる。東山市は河北省最大の重工業都市であり、 中国近代工業発祥の地の一つで、中国における、機械化丹田、後期鉄道敷設、蒸気機関車製造、セメント製造、近代製陶業の発祥地であり、中国近代工業の溶卵地及び、北方の塔とと称されている。東山市の地域には4万年前から人類が生息していた遺跡があり、陰衆時代は、北方の広告古築国。 古畜国の主婦であり、この国の王子たちで、州の文王への義に準じた、白衣、祝聖の兄弟の話は有名である。戦国時代には、縁国の領土となり、漢時代には、優秀となり、南北朝時代には、右北平軍や両政軍に編入された。遂、唐の時代には、高栗への前哨基地や、遠征基地となっている。明の時代には、すでに鉄鉱石の精錬。 石炭の採掘、陶磁器生産の中心地として、今日の基礎を築いていた。清時代には、直令省、英兵府と従うか直令州となっていた。1876年、新朝政府は、海兵鎮、現在の海兵区に観光を開き、そのための都市として、京都ん鎮を置いた。さらに1881年には中国が自力で建設した。 最初の標準期鉄道である当初鉄道、海平所層、現在の方南区を付設し、これは後に延伸され継ぎれ鉄道、天津林ゆへとなった。また、中国最初の蒸気機関車工場、セメント工場、衛生陶器工場なども開設され、中国の近代産業の省の地となった。1899年には、京都鎮は、町の北側にある、東山、 今は公園になっている大城山の旧省にちなんで、東山鎮と解消し、州、南州、現在の州市の管轄下になり、1938年に市政施行され、東山市となった。1948年12月に中国共産党軍に占領され、1960年には中与合併して、昇格市に再編された。 1976年7月28日、東山はマグニチュード7.8の直下型地震である東山地震に襲われた。東山市にはそれまで大地震発生の記録がなく、建築物は簡単なレンガ作りが主流であったことから、市内だけでなく周囲の建築物も壊滅的な被害を受けた。市内で14万8千人、全体で24万人という史上最大の犠牲者を、 出す、第3次となった、実際の死者数は、この2から3倍とみれ、75万人とも言われている。鉱山があるため廃墟を放棄して、完全移転することはできず、そのため地域を広げ隣接する場所に被災者のための、団地や移転してきた工場などからなる侵害を建設し、その後、旧市街の再建に取り掛かった。再建された旧市街中心部には、更新記念碑や、 更新記念館が建っている。1990年代に入り、東山市高新技術開発区が建設された。2007年には、パナソニック、神戸製鋼所、愛新世紀などが進出する、東山現代装備製造工業区が設立され、その後も、住友重機械、住友研機、ソミック石川、ニッピコラーゲンなどの日本企業が進出している。七四かつく、 三研究、四、四県を管轄する。東山市は中国の重化学工業都市の一つであり、2008年の GDP は3、560億人民元であった。これは中国の661都市の中では第20位となっている。そのうち二次産業は57.4%を占め、大連市の二次産業規模を上回っている。主要な産業は製鉄業、 石炭採掘、電力、ガスなどのエネルギー産業、石油採掘、機械工業、化学工業、食品産業、電子電気工業、建材工業、陶磁器工業、宝石工業などである。東山市の一次産業は全 GDP の10.3%を占め、三次産業は32.3%であり、急速にその比率を高めている。内陸部では、 水稲栽培が盛んであり、足大米というブランド名で中国国内で広く販売されている。さらに内陸部となると、畑作が中心となり冬から初夏にかけての小麦、夏から秋にかけてはトウモロコシを中心に栽培されている。それ以外にも玉ねぎ、落花生、白菜、ブドウ、桃などが栽培され、特に平原から丘陵地帯になっている北部では、栗、山雑誌、 梨、リンゴ、クルミ、ナツメなど各種の果実が栽培されている。発達した農業により、共闘の食料庫と称される。共闘とは、北京東部の東山市一帯を示す古庄。葡萄は果実として出荷させるだけでなく、ワイン醸造に用いられ、またトウモロコシは牛や豚の飼料となっている。特に栗の産出量は多く日本や韓国などに輸出され、 日本で知られている天津甘栗はそのほとんどが東山産である。最近は有機栽培が取り入れられ、また皮を剥いた食べやすい栗に加工され輸出されている。市南部の渤海湾に面した総延長1 9 0キロメートル以上の海岸には8.3億平方メートルもの広大な干潟が広がり、深さ20メートル以下の旋回も26.7億平方メートルに及ぶ。 この地域は重要な漁場となっている。またヒラメをはじめとしてエビカニフグなどを養殖する1.3億平方メートル近い養殖場が設置されその一部は日本などへ輸出されている。市内中部の平原及び北部の丘陵地帯から山岳地帯にかけて47種類の大量の鉱物資源の埋蔵が確認されている。特に石炭の埋蔵量は54億トンで、 中国の主要な石炭の産出地であり、鉄鉱石は四十五億トン埋蔵されており、安山、吉枝花に次ぐ中国の三大鉱区の一つとされている。また、新大から金の三大産出地の一つであり、現在確認されている埋蔵量は七十八トンである。万岩ンンは北部の山岳のもとに層をなしてあり、埋蔵量は二十2 1四万トンである。その他、銀、銅、 アルミモリブデン鈴、水銀などの金属鉱石を算する。非金属鉱産物は、石灰石、白雲岩、石英砂岩、耐火粘土、防気サイト、砥石、ザクロ石、石木などである。東山市の石炭工業は中国最初の近代的炭鉱であり1878年7月24日に海平公務局として開業した海蘭炭鉱を先駆けとする。 市内の製鉄工場や発電所のほかいる各地に石炭を供給している。採掘された原炭は先行された後に、京新線、通、線、大新線、港線による鉄道輸送や京新、唐津、東港の各高速道路で、新港東港、丹空港、京東港、総比電港の石炭専用布団に輸送され、さらに加藤、河南、また海外へ輸出されている。 製鉄に使用される石炭はコークスに加工され、加工の際に発生する石炭ガスは家庭の暖房や工場の熱源として活用されている。また、また加工の際に生成されるコールタールは化学工業の貴重な原料として活用されている。市内で生産される鉄鉱石と石炭、石灰、耐火レンガを利用した製鉄所が多数創業されている。 1943年、民国32年には、中国発の航路製鉄所である、東西鋼鉄、東山鋼鉄集団、東港の前身創設され、近隣の製鉄所を参加に置き中国有数の製鉄企業となった。東港は2008年に、関隊鋼鉄集団と経営統合して、河北鋼鉄集団を発足させている。加えて、北京オリンピックを契機に、 北京市際大級の大気汚染源である、主工集団の製鉄所を東山に移転させるため、東港と主工は共同で、主工系東港鉄連合という新会社を設立、東山市内の総費を収むに大規模な製鉄所を建設した2008年創業開始。2009年の速報値によると、河北港鉄集団の生産量は3900トンとなり、中国、 上海の宝港集団を上回り、中国最大の製鉄業となった。東山市には、東港の他に、県立港鉄や、国豊港鉄などの有力製鉄企業があり、東山市全体では2008年にも、0000 000トンの鉄鋼を生産した。この生産量は、河北省の鉄鋼生産の50%に相当し、全中国の鉄鋼の10%は、 東山市で生産されていることになる。市内には石炭火力発電所と水力発電所がある。半薬地水力発電所、白硫山水力発電所、大黒なぎさ水力発電所、はじむか水力発電所、浜川発電所、右はあずま水力発電所、上野関水力発電所、川火力発電所、ゼニエイ火力発電所、 すす石火力発電所、大東大灘火力発電所などが設置され、一部はアメリカの資本と技術で運営されている。東山市の発電能力は需要量を大幅に上回っており、電力不足傾向が続く中国においても安定した電力供給が行われている。また、東山市沿岸の渤海海底から陸地にかけて、埋蔵量16億トンを超える多くの石油や、 天然ガスが埋蔵されていることが2007年に発見され木頭南保油田と命名、海底油田生産などが始まっている。東山市の機械工業は、新松の石炭の機械式採掘と鉄道の敷設、及び蒸気機関車の生産に始まり、現在は工業機械、建設機械、自動車関連、セメント製造など幅広い機械工業が市内に存在している。 中国最初の蒸気機関車を建造した列車工場は、現在は中国、北社集団参加の登山機動客車有限責任行使となっている。時速350キロで走行可能な中国最初の高速鉄道車両、和解号を生産。この高速鉄道車両は、北京天津間で運行されている。北京上海間の高速鉄道、 京古高速鉄道に使用される車両もこの工場で生産中である。化学工業は市内塩田で生産される製塩業をはじめ、現在では中国最大の火星ソーダ工場が南保開発区で稼働している。またコークス加工の際に生成されるタールを原料とした化学工業も発している。現在は化学工業原料、化学肥料、化学農薬、 化学繊維、無機加工、有機加工、ゴム製品加工業が存在している。東山市は、河南の、慶徳鎮と並ぶ、北方の塔とと称される。製刀業発祥の時期は不明であるが、秋世にはすでに製刀業が存在し、新末には、近代的な製刀業が発達している。現在は、各種食器をはじめトイレや風呂、洗面台などの衛生陶磁器は、年1。 800万個以上が生産されており、東山市の衛生陶器生産量は中国一となっている。このほか、工業理科時期、美術時期、時期原料、耐火イ,イルなども生産されている。現在は年に一度、中国陶磁器博覧会が市内で開催されている。東山の建材工業には、セメント、セメント製品、窓枠、タイル、鉱材、壁材、保温材などがある。 1889年、中国最初のセメントが生産されて、以来、豊富な石灰石と電力を背景に、セメントの生産量は増加し、2009年度で30000 000トンを超え、2010年現在では110社のセメント生産企業が貸している。また製鉄業を支えるべく、溶光ロスラグセメントなどの熟量セメントの生産が、急速に拡大している。 東山市には、1895年に、中国で最初に設立された、近代大学を前身とする河北理工大学、中国国家石炭工業部が管轄する、河北石炭医学院及び、東山市販学院、東山学院の4つの本科大学が存在し、それ以外に河北エネルギー職業技術学院、東山科技職業技術学院、東山職業技術学院、 東山工業職業技術学院、河北科学技術大学東山文校の5つの職業技術学院が存在している。さらに東山放送テレビ大学では通信教育を担当している。それ以外の通信教育による成人教育も盛んで、聖華大学や北京大学の通信教育を東山市において受講することが可能である。中国国内の大学16校の通信教育を 受託した教育機関は33カ所存在し、各大学から教授陣を招聘し、受託教育機関において遠距離教育を実施している。1902年に創立された東山鉄道学院は中国発の鉄道学校であり、多数の鉄道建設、運行管理の人材を輩出し、中国国内の他の鉄道学校はこの学校の分校から出発している。 学院本部は1965年に四川省落山市に移転し、西南交通大学に改名、河北地区では新たに北京交通大学が開設されている。東山は中国の東北地方と加藤、河中、河南、西北、西南を連絡する交通の要衝に位置し、市内には西駅、北駅、南駅、貨物駅が設置されている。また旅客船以外にも、 産出される石炭の輸送を目的に付設された石炭専用線も存在している。2013年には新・畑旅客専用線が完成し、東山駅から天津まで30分、北京まで約1時間となり非常にアクセスが便利になった。東山は市街地を取り囲む環状高速道路が設置され、そこから各方面への高速道路が分岐している。 東山には、東山空港が存在し、上海、広州、西安など中国の主要都市と連絡されている。また、北京首都国際空港、天津浜海国際空港とは、それぞれ120分90分で連絡される。北海湾沿岸部には、軽東港を呼び、総比電港が設置されている。総飛をさ港は、年間に扱い量5億トンの中国最大の深み港を目指して、 現在建設中で一部が稼働中である。軽投港は北京市と東山市が協力して建設した港湾施設であり、年間の荷扱い量は1億トンである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。